コブラはトルコのオトーカーオッタバースカロセリサナヨーとカオトブスカロセリサナイ社がプライベートベンチャーとして開発した軽装輪装甲車である。1997年からトルコ陸軍への配備が開始された。構成部品には国産以外の既存製品も用いられており、シャーシはアメリカ製のハンビーと同じエ m ムゼネラル社のイク夫、シャーシを使用している。コブラは V 字型の車底を持つモノコック構造の装甲車で、前面と側面には防弾ガラスが装備されている。装甲は 5.56mm 弾、7.62mm 弾及び対人、対戦車地雷に対処したものだが、必要に応じて防御力強化のための増加装甲をボルト止めすることも可能である。また、前輪部分のアーチは地雷の爆風を逃がすように設計されている。 コブラには、ウォータージェットスラスターを装備した、水陸両用型や一人用砲等を装備したタイプなど、様々なバージョンがあり、基本型の走行兵員輸送車以外にも、戦車駆逐車や偵察車、地上監視レーダー車、全身統制車用、走行救急車、式通信車など様々な用途に使用可能である。車両には1 2 7ト、mm、ル重機関銃や2 0ト、mm、ル機関砲、 BGM-71 等やスパイクなどの対戦車ミサイル、死体空ミサイルなどを装備することが可能である。また、車体側面、各2箇所と後部ドアには銃眼が設けられている。派生型として、車体を延長し、4ドアにしたコブラにも存在する。ありがとうございます。